基本的にあのシンプルで言えば、まあ、技術プラスその、まあ、多文化的な。はいはい、その2つかな。主体的にその変化を先読みして、こうやっていこうとかって考えながらやっていけるっていうのは、すごいやっぱりうちの会社では大事なのかなと思っていて。 皆さん、こんにちは。外資就活ライブビジネスセッション、進行役の下出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、日本タタコンサルタンシーサービスシーズ様、日本 TCS 様よりお二人にお越しいただきました。奥にお座りいただいていますのが、人事新卒採用部のレヘブニックさんです。ニックさん、よろしくお願いします。お願いします。はい。そして私のお隣にお座りいただいているのが、プロジェクトリーダーの平塚裕太さんです。平塚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 それでは早速企業紹介をお願いしたいと思いますがこちらは主にニックさんからですかねそうですねはい、はい、ではお願いいたしますちょっと改めて日本タタコンサルテンチサービスズ、えー、新卒採用担当ニックと申しますよろしくお願いしますお願いします,します企業名が比較的長いので、えっと、日本 TCS として覚えていただければと思います まあ簡単な自己紹介なんですけれども、私がもともとアメリカ出身で、2016年から日本に住んでいるんですけれども、でも現職の TCS に入ったのが2020年でしたので、まあ、私の場合は中東で入社しています。なので、4年間ぐらいになりますかね。よろしくお願いします。はい、お願いします。と平塚さんもこのタイミングで簡単にお願いできますか、はい 改めましてあの日本 TCS であの2019年入社で今6年目の平塚優太と申しししまますすよろしくお願いしますあの私はあの大学時は経済学部で文系出身という形で、まあ、入社してきて、まあ、プロジェクトとしては4月からあのプロジェクトリーダーとして、まあ、大手航空会社の,あのお客様の「まあセ e s f o r c というシステムを使っているんですけども,もうそ,のそのシステムの開発プロジェクトプロジェクトリーダーとして携わっているという形になります。 はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ますありがとうございます。ではと企業紹介の方に進みたいと思います。えっ、ー、とまあこのタッタっていう単語はまだ聞いたことない方もいらっしゃるのかなと思うんですが、まあ元々インド系の企業となります。あの元々タタグループという財閥があり。 三菱商事のインドバージョンというふうに想像していただければ想像しやすいかもしれないんですけれどもでその中のタタコンサルティンテサービスズがタタグループの中の IT サービス企業になるわけですねで実は日本の場合は三菱商事との合弁会社であるところもあるんですねでこちらが2014年から日本 TCS として合弁会社という形でできていまして なので当時一部の三菱商事の社員が、えー、そのまま日本 TCS の社員になっている。まあ当時は IT Frontier という企業だったんですけれども。あと同じタイミングで結構インドグローブルから、まあ、TCS インドメンバー、まあ社内でエクスパッツって、というふうによく呼んでいるんですけれども。まあその数百名も日本に来ていまして。で、現状ですね、2024年 4年のタイミングで、まあ、約3分の1ぐらいの社員が実は、まあ、外国籍社員であるところが特徴で、まあ、なので現在は3700名ぐらいなので1000名プラスアルファぐらいがそういったインドメンバーだったり、まあ、私のようなその国内で採用されたメンバーも含まれていますで今日はまあ細かい業界説明には このタイミングでは入らないですが、えっと、まあ、改めて弊社が IT サービスというような企業ですね。なので、こういう IT の枠の中で、まあ、いろんな、ま、ウェブ企業だったり、ベンダー企業っていうのがあるんですけれども、えっと、弊社のような IT サービス企業は基本的に B2B という形のもので、要は、お客様でいくと、他の会社になれるわけですね。なので、その会社の、ま、IT 周りのサービスだったり、ソリューション提供、 にに関係すするビジネスを行っっていますで先ほど言ったように、えっと、日本 TCS はもともとインド系の企業というところはあるんですが三菱商事という、まあ、合弁会社というところもあり、まあ、バリバリ、まあ、アメリカみたいな外資系競争が激しい的な雰囲気というより、まあ、そういった、まあ、日系とインド文化のミックスのような環境の方が まあ日本 TCS のビジョンとしてはこちらとなります Gateway to Globalization と Catalyst for Technology-led Business Innovation になりますでこちらはシンプルでいきますと要は日本のお客様のために、まあ、世界中の知見、スキルを届けたいというわけですねなでよくあの、まあ、海外に対してどう取り組んでいるという 話は聞くんですけれども日本 TCS は基本的に日本のお客様のためのものとして考えていただきたいですね。要は例えばアメリカだったらあのそういったアメリカ TCS だったり行うところですね。どっちかといえばそういった海外のところと連携して進めるやり方を進めているんですね。 で、こちらは日本 TCS のハイブリッド、まあ、モデルというふうに呼んでいるんですけれども、まあ、一言で言うと、まあ、弊社の強みだったり特徴的なところかなと思います。なので、先ほど言ったように、こういうハイブリッドモデルは IT プロジェクトの進め方になります。なのでシンプルでいくと、そういう日本のプロジェクトをするときに、こういった日本にいるチームと海外にいるチームが一緒に連携して、まあ、一緒にプロジェクトに取り組みます。 でその中で、えーとまあ、インド以外のパターンもあるんですけれども、えー、ただインドは比較的に、まあ、多くで、インドのプネというところに、この日本企業専用デリブリーセンターという施設を、えー、作っていますとで。デリブリーセンターは、まあ、一つの建物というより、まあ、大学のキャンパスみたいなサイズの、えーまあ、IT サービスを提供している場所。 のようなところになるんですけれども、こちらは基本的に日本のお客様だけサポートしているところなので、まあ、国内の3700名プラス、ここに3000名プラスアルファぐらいが働いているメンバーですね。まあ、基本的にまあインドメンバーでそういった日本のまあ文化だったり IT プロジェクトの進め方をまあ,ある程度学んでいるような形になります。 一旦、企業説明の部分はここまでになるかなと思います。よろしくお願いします。はい、ニクさんありがとうございます。ちょっといくつかお伺いしたいんですけれども、一番そのいわゆる同業他社といいますか、うん、？it サービスの企業様と比較した場合の御社独自の強みっていうのは、やはりハイブリッドモデルということになりますか？基本そうですね。特に日本の中ではやっぱり結構あのま一、あ、応は多分エクスチンジャー通して比較しやすいかなと思うんですが。 なので TCS はグローバルでいくとこういうい IT サービスの枠の中で Excenter、えー、が1位で TCS がまあ2位になっているわけなんですけれども日本の場合は結構状況がまあだいぶ違ったりなので日本の中でエクセンチャーと比べるとだいぶエクセンチャーの方がまあ人数多かったり多分ちょっと特定の90何年からマークと入っているはずなんですけれどもなのでその意味ではうちはあのまだ全然 成長中の段階にはなるんですけれどもでもこの日本のマーケットの中で、えー、とこういったハイブリッドモデルを推進している企業はあの、まあ、比較的に少ないんですねでこれはどうしてかっていうと実はこういうハイブリッドモデルはグローブルの観点でいくとその強みはどの場所でも同じプロジェクトは同じやり方で提供できるっていう強みだけどなるほど。 そはは実は日本のマーケットには通じないわけですねそれはどういうことですか <laughs> まあどういういことかっていうとやはりこのグローバルスタンダードは日本のマーケットの特徴的な部分に通じないところも多いというのが背景なんですけどあなので結構その、まあ、プロジェクトの品質に対しての考え方だったりその企画の考え方結構いろいろあるんですけれどもあともちろんその、まあ、言語のギャップもあるかな、はい なので比較的にうまくそれ日本のマークとのために合わせないとまあうまくいかないケースが多いのでかなりそのまあ環境を整ったりまあいろんな工夫をまあ会社として作らなきゃいけないんですけれども,でもまあ弊社はまあそれを基本リソースをかけましょうとなっているので日本のマークの中ではうちほど進んでいるのはそこまで。 いいなな認識ですねなるほど改めてその普通の会社さんであればそのグローバルスタンダードを日本にそのまま持ってくるのは難しいのでハイブリッドモデルは進んでいないだけどなぜ御社ではそれが実現でできるんでしょうか 2>,、まあえっと、2つ、まあ、とりあえずどうして難しいのにやりたいかっていうと、まあ、やはり結構日本の場合はその人材不足っていう、はい、まあ問題はおそらく学生が聞くことがあるかなと思うし。 えーまあ、やはりその IT マークトが遅れているところもあったりして、うん、結構こういう、まあ、プロジェクトができる人材がマーケットのニーズとしてたくさんあるのに、まあ、このマーケットにいないので割とハイブリッドモデルはそれをうまく、えー、カバーする武器になるんですけれどもなので、えっと、先ほど日本企業専用デリビリーセンターっていう話が出てくと思うんですがそれ、はい、は他の国のそういったものは ないんですね TCS の中であ。日本だけなんです、ね、そうですすねねそうなので結構日本,、まあ日本のマーケットのポテンチャルは、まあ、そういった TCS グローブルがだいぶ感じていて、まあ、丸ごとそういうデリビリセンターを作ってでやはりそのインドにいるものもある程度こういう、まあ、日本のマーケットの知識がないとやっていけないところもあるので、まあ、そういった背景が結構関係しています。でそこで割と三菱商事の うん、まあもうそのえっ、ー、と逆に三菱商事はそういった日本のマーケットのまあ知識はだいぶ溜まっているので <laughs> そ,そこもだいぶ影響しているかなと思います。なるほどありがとうございます。平塚さんあの現場で働いていらっしゃって、はい、いわゆるその同業さんとの違いというか、御社独自の強みみたいなところってどんなところだと思いますか。はいはい、そうですね。まあまずその同業他社の別の会社で働いたことなんで新卒入ったのでうん、うん、まあ主観でっていうことになっちゃうんですけども。はい まあただあの今ニックさんがお話ししてた通おり JDC っていうまあそのインドとか海外の人なんですけど日本のビジネスとか文化にの教育をしていてすごい精通しているっていう人材がたくさんいるのでやっぱりその他の海外の方と普通に働くよりかはやっぱり日本のことを理解してくれてるなっていうのは働いて一社員レベルでも感じますしあとはやっぱり日本語だけじゃなくて言語の壁っていうところだけじゃなくてやっぱ文化とか。 っていうところは、まああのなかなか難しいあの文化って言っても中でもそのビジネスの進め方とか、ね、はいはいはい。まあそういうところも結構理解してくれるので、まあそれがやっぱりいいのかなって思います、ね、なるほど。途中でそのビジョンといいますか、ええー、まあ世界中の知見スキルを日本のお客様に届けるんだというお話もニクさんからありましたけれども、はいはい、そういったことを日常の仕事の中で感じる瞬間みたいなのはなかありますか。ああそうですね。まあグローバルのナレッジとかっていうところでいうと。 まあ日本 TCS としてはまだ死社として全然若くて日本では10年前ぐらいに経ったっていうところはあるんですけどただプロジェクトとかが例えば何か分かんないことがあったりとかした時にやっぱりそのグローバルのメンバーに問い合わせるとか海外のナレッジを使うっていうのはやっぱり TCS としての強みだなと思っていてまあそれはあの日本からしかもグローバルにまあちょっとあの連携したりとかあるんですけどまあやっぱりその。 すぐに聞いたら帰ってきたりとか、やっぱりそういう今までの事例とかで、こういうふうに解決できるっていうのがあるんで。まあ、そういうのは、やっぱグローバルのナレッジとか、技術を日本に取り入れられているのかなっていうのを感じます。なるほど。あの、ご自身がこれまで担当されたプロジェクトの中で。まあ、中でも特に、そのハイブリッドモデルで取り組んだ事例があると、とっても嬉しいんですけど。はい、あの、こういう。<laughs> お客様がこんなことを悩んでいて、御社がこういうことをやって、ビフォーアフターこうなりましたみたいな、ご紹介いただける範囲で教えていただくことでいますかそうですね、まあ正直言うと、THETCS みたいなグローバルプロジェクトは今までちょっと経験してないので、あなんとも言えないんですけど、ただ前の大手の保険会社のお客様のプロジェクトは、まさにハイブリッドモデルでやっていて、そ,<う>その開発メンバーというか、プロジェクトメンバーが10人いる中で、3人はインドのメンバーという形でやっていて、うん でそのインドのメンバーと、まあ、パイプ役となってやっていた時にやっぱりその開発とかで技術的に行き詰まったりした時にそのインドのメンバーがグローバルの方でちょっと問い合わせてみるねとかっていうような形でグローバルの方のリソースをリソースというかナレッジを使えたりするとかまたその英語とかですねあのそのお客様も結構そのグローバルなシステムで海外でいろんなところで使ってるシステムだったので。 まあそういった中でその英語に翻訳するとかそうう言語的なところもインドメンバーが対応してくれたりとか、はい、まあそういう日本じゃなくてインドの方とか海外の方の強みを使うっていうのはなんか結構プロジェクトでは感じたなっていうふうに思います、ね。なるほど御社で働く 一番のやりがい、醍醐味みたいなのはどんなところに感じますか。<laughs> 一番、難しいです。まあ、いろいろ。2番、3番も含めてでもいいです 2> <laughs> 2 <laughs> まあでも、TCS ならではっていうところで言うと、やっぱり今のグローバルっていうところは強いかなと思っていて、まあ、私自身も新卒の時に TCS がいいなと思ったところはグローバルところなんですけど、ただそのグローバルって言ってもいろいろあると思うんですけど、まあ、さっきニックさんの説明だった通り、今、日本支社だと3人に1人が海外の人っていうところなので、はい やっぱり実際に本当に海外の人と話して一緒にプロジェクトを進められるっていう経験があるっていうのは、まあ、経験できるとかそういうチャンスがたくさんあるっていうのは、まあ、かなり醍醐味というか TCS ならではだなっていうふうに思います。なるご自身はちなみにその語学は最初から堪能だったんですかあいや、まあ、堪能って言われると全然そんな形ではないんですけど大学時代に1年間タイに留学していて、うんでまあ、一応英語は喋れるレベルであったんですけどただまあ正直ビジネス英語で。 では不安があったっていうところが正直なところですね。で入社してからちょっとずつ学ん,で学んでったっていう形になります。うん、なるほどありがとうございます。ニクさんからご覧になって御社で働くやりがいってどんなところだと思われますかそうですねまあ別の方向でいきますとまあもともと日本 TCS 入りたかった、まあ、とりあえずこのハイブリッドモデルと関係ないところでいきますと結構その まあ先ほど言ったように、日本 TCS はだいぶ成長中の段階にはなっていて、はい、やはりあの、まあ、三菱商,商事と TCS、まあ、インド、日本のまあ合弁になって、それで当時逆に言うと、日本語、ほとんど日本語だけ喋っているメンバーと英語だけ喋っているメンバーが一気に集まって、多分カオスだったんだろうなと思ったんですけれども。<laughs> <laughs> まあやっぱりそういったところに入って、あのまあ、ここからまあどう、まあ、会社としてはそうですし、自分もどう成長していけるのかなっていうのは、結構いろんな機会は感じていまして、でまあ、4年間ぐらい入っていまして、まあ、短期間ではありかもしれないんですけれども、だいぶそれでも会社、かなり変わってますね、その4年間の中でも。昨年の オフィス移転というところもまああったりしたんですけれども、うん、どでそこはまあ日常的にみそういった成長だったり環境の変わりというところを見て面白いなって割と感じたりします。うんうん、なるほど。平田さんこの5年で会社がこんな風に変わったなってどんなこと思われますか。ああ結構いろんなところだ思うんですけど、まあ例えばあの短いところで言うと。 研修の内容がそもそも私のやってた時と全然変わってたりとかもしますしあとその TCS 内でいろいろ勉強リソースとかそのスキルアップのためのプログラムとかもあるんですけど、まあ、そういうのもこの5年間でかなり充実してきたなと思ってて、まあ、私の時はまあその英語を鍛えるプログラムとか、まあ、技術的なプログラムっていうのあったんですけどあんまり種類としてはなかったりとか。 あとあの日本向けになってなくて全部英語でやっててしかもあのインドの時間で開催されたりとか<ー>結構そういう感じだったんですけど、まあ、この5年でそういうのも結構変わってきて日本向けのセミナーというかプログラムができたりとかっていうのもあるので、まあ、そういう社内リソースとか勉強リソースとかっていう環境はすごい変わったなって感じますね5年でうんなるほど今あの実際にに働いいいてておられるる中でかこう大切にしている考え方とか、はい、こういう 思いを持って仕事に取りそうですね、まあ、大切にしているところっていうと、まあ、TCS ならではっていうところで言うとやっぱりグローバルのメンバーとか、まあ、海外の人もそうですし、まあ、日本の人とでもそうなんですけどやっぱりいろんな価値観があっていろんな仕事のに対するあの考え方があるので、うん、まあそういうところは柔軟に受け入れようっていうふうには思っていて。も相手が、うん まあこういうふうな進め方したいってなった時にそれをまず一旦否定するんじゃなくてじゃあそれでやった時にどうなるかっていうところであとは自分の考えと掛け合わせて客観的にどっちが今の状況に合ってるのかっていうふうに、まあ、相手の意見を尊重するっていうところは、まあ、かなり TCS に入って意識してるところになるかな,と思いますなるほどカルチャーの違いでも、まあ、揉めたりはしないですけどまあでも苦労することはありますね例えば まあこれあのインドの方とかそれがカルチャーだっていうわけじゃなくてたまたま私が接した人っていうパターンもあると思うんですけどまあ結構その日本は冊子の文化があるので設計書とかでとかあとコミュニケーションとかでまあ,ある程度何かミスというかちょっと足りない情報があってもそこを察してくれてやってくれるっていうパターンがあると思うんですけどまあインドの人とかだと本当にちゃんと1から10まで伝えないとあのそれ通りにやってくれないっていうパターンもあったりするのでそれはまあインドの方 の考え方として、まあ、その責任持てないところには一切触れないっていう考え方もあると思うんでそれはそれで正しいと思いますしまあそういうのもあると思うんですけど、まあ、ただそういうところは最初苦労しました。うん、なるほど。ニクさん何かその異文化間で一緒に仕事をしていく時のコツとか何かありますか、うんまあ、私の場合はアメリカ人なので第三者みたいな感覚ではないかもしれないんですけれども <laughs> どうですかね。まあ、もちろん まあ今の話もそうなんだけどやっぱりうんどう表現すればいいかなとちょっと考えているんですけれどもまあ割とまあ私から見てそのまあインド文化と日本文化の、まあ、だいぶこれ混ざってきてるところもあるかもしれないんだけど、うん、例えば最近面白いと思ってるのがこういうインドメンバーはこの 多分チャイチャイタイムっていうふうな概念があったりあ<ー>で、まあ、最近、まあ、オフィス変わって今割とオープンフロアみたいな感じになっていてはい、はい、その中でこういうカウンターみたいなカフェみたいなエリアがあるんですけれども最近こういう昼時間になって結構インドメンバーがそこで集まって交流してるみたいなことがあるんですねでやはりそこでまあ交流もあれば多分プロジェクト情報的な知識もはいはい、はい えー、あったり、まあ、そういった共有もつながってると思うので多分例えば本来のおそらく日本のビジネスの考え方はサボってるんだろうっていう <laughs> <laughs> はまあ見えるかもしれないがやっぱり例えばインドは逆にそういった習慣は当たり前でうんまあそれはうちのオフィスで見られたりしてやっぱり多分日本人メモもそれもう入ったりしてる最あそこは面白い。まあ、文化の違いかは分からないかかなんですけれども、うん 最近ちょっと面白いなと思った出来事ですね。<laughs> はい、ありがとうございます。あの非常に、まあ、日本 T. C. S. として成長中だというお話が何回か出てきたと思うんですけれども。今後という意味合いでは、これから先五年、十年で。あの、こういう領域に、こういう分野に、さらに力を入れていこうと思っているという会社としてのビジョンみたいなところで、何かお話しいただける内容はありますか。うん、まあ、これなんか、どこまで外部公開されてるか、わからないんですけれども。 まあでもシンプルでいけば、ま,あ、まずは一つとしては、あのまあ、もちろんハイブリッドモデルのプロジクトの割合をまあ増やしていく。うんうん、なので、それをできるための、ま,あ、要はま,あまるでそういった新卒作用で、えー、まあこういったソリューシンエンジニア作用しているところもあるんですけれども、まあ、が一つとして、やっぱり日本 TCS の考え方は、要は新しいお客様をどんどん新規発注していくというより、 その同じのお客様の中で、まあ、どんどん深掘っていくというか、な, <laughs> なので、まあ、とりあえず、まあ、割とやっぱりタッターはそんなに日本のマーケットで知られていないところはまだあるかなと思うので、その一気に TCS として入って、じゃあ全てのシステム任せてくださいっていうより、多分最初は一部のプロジェクトをやって、それを成功、まあ、事例を、まあ、作って、 でその後はこれやってる間はこういうニーズがあるかもしれないと気付いて次はこう改善していきましょうかっていうアプローチ、まあ、そ,そのような考え方は結構戦略的になっているかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、本当既存顧客の深掘り実際にその仕事がうまくいって信頼を獲得できなければ不可能だと思うんですけれどもあの平塚さんとして逆に今の組織上のここはちょっとまだ課題だなとか。 ここはもう少しこういうふうにできるんじゃないかなとか感じてらっしゃるポイントって何かありますかそうですね組織的なところでいうとまあさっきえっ、ー、とだいぶ学習リソースとかで、まあ、そのインド向けのものが日本ナイズジャパナイズされてきたみたいな話をしたんですけど、はいまあ、それでもやっぱりまだインドと日本の融合っていう意味では結構まだ会社的にはまだ分かれているというか、うん、まあやっぱりドメスティックな部分とグローバルな部分っていうのが 結構まだ混ざり合っってててなない部分はあるかなと思ってて、うん、やっぱりその海外の,、まあそのインドの本社の考え方っていうのが日本の TCS としてまだ染まりきってない部分もありますしまあそういうところは結構まあ制度としてもあるので、うん、まあそういうところが課題かなとまおそらく一般の会社さんと比べると相当グローバル化されてるんだと思うんですけどそれでもさらに。 まあそうですね。上を目指してというところですかね。はい、そうですね。まあ特にまあうちの企業がインドの会社なんで、うん、まあ海外の中でもインドってやっぱり日本とかなり文化が違うっていうところがあるので、まあそこはやっぱりちょっとまだまだ時間がかかるのかなっていうのを感じています。うん、なるほど、ありがとうございます。求める人物像だったり組織文化のところをまたこれはニックさんからですかね、ご紹介いただきたいなと思ってます。お願いします。 はい、ありがとうございます,あの、まあそうですね、先ほど話していたんですけれども、昨年あの麻布台、まあ、ヒルズにオフィス1点がありましたので、まあ、最近結構いろんな、まあ、要はそのこういう場所であればこういう働き方ができたり、で逆に別の働き方をしたい場合は、まあ、このエリアに移動してそこを使ったりする、要はそういった、まあ、デザイン思考を結構取り入れられたり、まあ、いろいろ。 でできるんですけれどもでこちらはまあ求める人材像のところでいきますと、まあ、こちらは実は TCS のバリューなんですけれども、リーディング、チェーン、インテグリティー、リスペクト、インディビジュル、エクセデンスと、ラニング、シェアリング5つになるんですけれども、なのでこちらのバリューに、えー、紐づ付いて、えーまあ、そういった求める人,、まあ、人材像を、えー、まとめているんですね。で 特にまあ私から見て特徴的なところとしては、あのやっぱり結構、た、ま、だ、あ、コンサルティングチーって来た瞬間、割とまあ社内競争が激しい、コンサルティングファーム的な印象は、えーまあ、受けられやすいんですけれども、結構やっぱりその、まあ、知見の蓄積と共有だったり、要はその自分が学んだことを、まあ、周りをまあ有利に働く。 たために隠しりりするっていうよりちゃんと互いにみんな共有しましょうで互いに成長しましょうっていうまあ、そういった考え方が、まあ、結構強かったりまあなので結構こういったところにあまあそのまあ人間の面というかわからないんですけれども割とそういったところは多分文化的には合うかなと思います。やはりそもそももこの 新卒採用でソリューションエンジニアという職で採用している背景はあのまるでやっぱりそういった、まあ、ハイブリッドモデルの、まあ、戦略的に、まあ、推進していきたいと考えているので、まあ、今後それを推進し,、えー、していける、まあ、リーダーの人たちとして採用しているわけですね、まあ、なので、まあ、ある程度そういった、まあ、英語能力だったりその まあ他のの文化に対しての興味だったりで先ほどあの平塚の話も出たと思うんですけれどもその入社時点でバリバリビジネスだったかっていうと、まあ、そうでもないが、まあ、要はある程度コミュニケーションが取れる範囲で要は会社に入って日常的に英語を使っていく中でまあレベルアップしていける範囲であれば全然問題ないかなと思います、まあ、なのでまあそういったまあ人間みたいな部分だったり、まあ、ミッション に対しての考え方は、まあ、こういったところ。はい、ありがとうございます。あの、先ほどバリュー現求める人物像で五つ挙げていただいてたと思うんですけど。なぜ、あの、五つに設定されているかという。背景をちょっと補足お願いしてよろしいでしょう。そうですね。実は、多分昨年までは、あの。まあ、バリューに紐付いていなくて、あの、要は、そのソリューションエンジニアの様子。えー、だけ見て、作っていたんですけれども。 それは実は今年ちょっとブラッシュアップしたり、うん、なので、やはり、まあ、結構いろんな背景があるかもしれないんですが、まあ、改めてこういうバリをピックアップして、そもそもやっぱり、あくまでその会社のまあミッション、うん、まあ会社そのものとのミッションはまあ共通していない限り、いつまでも多分ハードルはどこかあるのかなと思うんですよね、その自分の成長という意味では。はいはい なんで逆にもう最初から、まあそういったところは可視化して、まあ自分にこういう概念が響くのであれば、フィットするんじゃないかな。で、先ほどのバリュー、まああの、まあラーニングシェアリング的な、まあそういったところもあれば、あとダイバーシティ、個人の尊重みたいなところもあるんですけれども、はい、まあ一方で、あとエクセレンスだったり、そういったまあビジネスとか、まあエンジニアとしての、 まあ、スキルに紐づいてるものもあるので、まあ、基本的にあのシンプルで言えば、まあ、技術プラスその、まあ、多文化的なその2つかなだと思います、うん、一番シンプルでまとめますとなるほどなるほどはいありがとうございますちょっと運営サイドであれなんですけどさっきほどの5つのバリュー出ますかねはいありがとうございますええー、平塚さん的に その5つのつ中で、でどれが一番重重要だたか <laughs> 全部重要だ全部と思うんすまあ私がまあ5年間で、まあ、短いですけど感じたのはリーディングチェンジ変化の先を行くっていうところがあるかなと思っていて結構その、まあ、さっきも話した通り良くも悪くも今 TCS 成長中なのでやっぱりいろんな変化っていうのがあるので、まあ、そういう変化とかまあ すごいまあ、カオスみたいな状況を楽しめるっていうのはすごい大事かなと思いますしまあそれに対して主体的にその変化を先読みしてこうやっていこうとかって考えながらやっていけるっていうのはすごいやっぱりうちの会社では大事なのかなと思っていて、まあ、これはリーディングチェンジがまあ決めるとしたら一番今は大切だなって なるほどご自身としてその変化の先を考えるために何か気をつけていることとか取りそうですねまあえっと、まあ、そもそもの業界的なところでもやっぱりその IT ってどん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 アップデートしていくので技術が。うんうん、やっぱりその勉強とかっていうところでもしっかり知識をあの蓄えていくっていうところでもやっぱり変化っていうところには備えたいなって思ってますし、まあ、会社としても、まあ、あのいろいろ変わったりするので、まあ、常にその変わる っていうのを考えた上で、まあ、今このプログラムに参加しないと次ないかもしれないとかっていうようなことを考えた上で、まあ、参加したりとかっていうのは、あのいろいろ考えながらやってたりするので、まあ、そういったところは変化を見せながら動いているかなと思います。なるほど、そのお仕事を通じてっていうところだったりは大きいと思うんですけど、個人的に何かこう勉強されていることとかあるんでしょう？そうですね。まあ,あの。 1>, 1年目は、えっとまあ、ちょっと年次によって勉強してる内容変わるんですけどはい、はい、1>, 1年時はあのやっぱりちょっとあの文系出身だったのでコーディングとか、まあ、プログラミングとか、はい、あの全員が全員やるわけじゃないんですけどやっぱりエンジニアとしては必要なスキルだなっていうのを感じたので、まあ、そういったことを勉強してました。で2年目はえっと逆に英語ですね を再度鍛えようと思って、まあ、1年目グローバルなプロジェクトだったんですけど、まあ、あの全然仕事に支障が出るレベルじゃなかったんですけどでも自分の中で満足いくようなコミュニケーションは取れてないなと思ってて、うん、まあそれを2年目勉強しててで3年目から今にかけてはあの今セールスフォースっていう製品を専門で扱う部署にいるので、まあ、その製品の勉強っていうところで専門性を身につけたいなっていうところで資格の勉強とかを個人でしています。 のキャリアビジョンに照らし合わせて、ご自分で決めていけるっていうこと。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。先ほど、あの新オフィスも写真出てましたけど、どうですか、<laughs> 新しいオフィスは。いや、やっぱいいです。モチベーション上がります。<laughs> <laughs> どんなところがいいですか。そうですね。まあ、やっぱり、あの内装としても、かなり、なんか、あの前よりも開放的になったりとか。あ<ー>まあ、コミュニケーション取れるスペースがたくさんできたりとかもしますし、逆にパーソナルスペース。 そして個別ブースみたいなところがあって、うんうん、まあそういったところで集中して仕事するっていうような環境もあるので、本当にそれぞれのニーズによってなんか場し働く同じオフィスでも働き方を選べるっていうのはすごいいいなと思います。なるほど。ニクさん先ほどねカフェのお話もありましたけど、うん、新オフィスどうですか？そうですね。まあ最近はめっちゃ混んでますね。<laughs> <laughs> 混んでると感じてるんですけれども、結構まあ割と最近一番 昨年は多分まだみんな、まあ、様子をうかがっていたかもしれないがだいぶ特に朝倉ヒルズの方はほぼ満席状態になっているのでんまあやっぱり結構その交流とかだったら、まあ、そこは割と機会が多いところかなと思って、まあ、逆今日はあの実は六本木 T キューブという今2カ所になっているんですけれども実はここからだいぶ近くてそ,うです、ね、そっちから <laughs> 歩いてきたんですけれども。 そっちの方があのちょっと落ち着いたところが、まあ、多かったりする。なので、あと根本的な作り方は、やっぱり麻布台ヒルズはどっちかといえばその、まあ、お客様向けだったり、その社員交流の前提でデザインされたもの。うん、一方で、比較的にこの六本木は、その、まあ、社員、まあ、チームワークだったり、そういったまた個人ワークだったり、多分そその前提で設計されているところは結構あったりしますね。なるほど どちらにに出社すするるかとかは割とと割自由に選べるんですか基本そうですねあのこの部署がこのオフィスっていうのは基本なく<ー>実は営のメンバーももうフロアそのままなのでなんか系の別のフロアとかもなかったりするので、うん、割と社長は普通に麻布田ヒルズ行けば <laughs> 声かけることはあるかもしれないですね。<laughs> はい、ありがとうございます本当に成長していろんなところが変わっているという話だと思うんですけれども、えー、と平塚さんが2019年のの新卒のご入試ですよね当時あの文系だったとおっしゃってましたけど、はい、あの就職活動っていうのは、まあ、グローバルという、ね、キーワードとして出てたんですけども、はい、どんなことを考えながら企業選びをされてたんですかそうですすかそうねただ私の就活時代、まあ、最初はそもそもやりたいことは何か分かんなくて、はい、本当に軸とかなくもういろんな業界を受けてたんですけど最終的にはあのすごい重視してたのは。 まあ今言ってたグローバルな環境自分の求めるグローバルな環境があるかっていうところと0、まあ、から1みたいなことができるというか、うん、作るような仕事ができるものづくりとかことづくりとかっていうようなことができるっていうこととうん、うん、あと私はあのやっぱりあの留学してて日本のブランドというかプレゼンスって高いなと思ってだからこそやっぱ日本人っていうことに感謝して日本に貢献したいなっていうのがあったので。 その外資系の会社で日本のマーケットに集中できるところとか逆にその日,本日系の企業でその日本のブランディングを上げられるような会社っていうところをメインで就活で置いてました、ね、最終的に御社に決められた理由はそうですねそれはまあ2つあって1つはまあ自分の求めるグローバルな環境があったっていうところで、まあ、グローバルって言葉結構定位広いと思うんですけどそうです、ね、私がその就活の時考えてたのは。 まあ大体グローバルルっってててレベルが3つあるなと思ってて、まあ、大体英語を使えるっていうのがレベル1だとしてでレベル2が海外の人と実際に働けるとか実際にコミュニケーションを取りながら仕事できるっていうのがあってで最後のレベルとして、まあ、実際出張とか実際に海外に現地に行って働けるっていうレベルがあるんだと思った時に、まあ、自分自身があのグローバルで働きたいと思ったのって留学の時にいろんな人と触れ合っていろんな価値観を知ることで。 楽しいなって思っててて思、まあ、英語を使うこと自体は別に楽しいとかっていうこと感じてはなかったので、まあ、そういう海外の人と触れ合える環境が欲しいなっていうところであの探しててでその上で TCS ってあの3人に1人が海外の人っていうのがあったので3人に1人いたら絶対コミュニケーション取れるというかそういう,うです、ね、<laughs> 関係あるなっていうので、まあ、まず TCS が一つユニークに見えたのと、まあ、もう一つは SE 一括採用っていうところで私文系だったんですけど、まあ、やっぱり IT の業界飛び込むなら システムを作る経験したいなと思ってただシステムエンジニアとか SE って職種ってかなりその IT 系のバックグラウンドを求められるのでまそういった中で TCS は文系理系あの構わずに取っていてでなおかつ研修もすごい長くてあのかなり教育としても力を入れてるっていうのがあったのでまあそこが魅力的に思って TCS 選びましたなるほど。 教育っていいうう意味合いで言うとその、ご自身の成長にとって、まあ、この制度が一番良かったなとかこういう風土があるからこそ成長できたなっていう一番良かっったなと思うポイントってどんそうです、ね、まあこれっていうのはないんですけどまあでもプログラムとかっていうところで、まあ、まず最初の新人研修はかなり長くて、うん、でコーディングとかプログラミングをみんなで学べるっていう環境があるのはすごいいいなって思いました。 であともう一つはあとあの英語の言語っていうところで言うと、まあ、なんかその私が参加したプログラムは応募制だったんですけど、うん、もうかなりあのスパルタの英語のプログラムであったんですけど <laughs> でもそれでもやっぱ英語をビジネスで使いたいとかっていう人のスキルアップっていうためでいやあの設けられたプログラムでもう毎日3時間勉強しなきゃいけないみたいな結構かなりの課題があったんですけどでもそういうなんかその自分で求めれば そのかなりスキルアップを図れるとかチャレンジングなことをできるっていうのがすごい良かったなって思います。うん、なるほど。強制されるわけではなく強制じゃな自分の意思で、はい、やりたければっていうところですかね。そこでもう一つ法則しますと、まあ、プログラムの話とあと先ほどあの海外出張だったり、うん、やっぱり海外行くチャンスがあるかどうかをよく学生からあ、はい、質問をくるんですけれども実は昨年から新しい「あのぐるくる」っていうふうに読んでいるんですが。 シンプルで言えば、枠定社員が、まあ、インドの、まあ、例の日本企業専用デリバリーセンターといったところに行って、まあ、半年ぐらいはインド側から働くプログラムですね。<ー>でちょうど昨年末からそれスタートしてちょうど先週ぐらいこの間、オフィスで見たんですけれどもだいぶ日焼,け日焼けして帰ってきたんですけれども <laughs> まあそういった、えー、方々がも戻ってきていて、まあ、そちらも多分長期的に続くと思うので。うんうん まあ26卒はだいぶ先かもしれないんだけどでもまあそういった機会が増えたりしますどっちかといえばあの例えばアメリカとか行ってアメリカのお客様働くよりあのそういった、まあ、一時的に海外に行ってそういったスキルを手に入れてまた日本に戻って、うん、その日本のお客様にそれを戻すようなイメージそういった機会であればありますねなるほどありがとうございます 非常にグローバルな環境を興味を持たれる学生さんたくさんいらっしゃると思います。こちらで、えー、と募集情報等のお知らせをお願いしたいと思います。じゃあ、こちらもニックさんからですかね。お願いいたします。はい。まあ、先までの話では、えー、少し上がったりはしてるんですけれども、改めて、まあ、新卒作用では、えー、とこういった、まあ、ソリューション・インジニア職で作用を行っています。えー、ただやはりあの ソリューションエンジニア一言で言っても結構囲われる業務のまあ幅がかなり広かったりしてでだいぶそのまあプロジェクトやプロジェクトのフェーズによって実際え囲われる部分によっても異なったりするのでまあ結構そのまあソリューションエンジニアとして入ってその後皆さんが進むルートが結構いろいろありましてで先ほど平塚の話の中であの こう勉強しろって言われて進むっていうよりやっぱり自分がどう進みたいのかを結構比較的に自分から考えるパターンがあるんですね。うんうん、やっぱりその、まあ、プロジェクトの、まあ、状況に応じてとかなので、まあ、比較的にちょっと逆にその決まってるメニューを求めている人はちょっときつい部分もあるかもしれないがなるほど逆にそういった、まあ、自由度の高さを戻っている。 求めている人であれば、まあ割といろいろ平塚のように、えーまあ、勉強したりすると結構機会が多いかなと思います。一応あの、まあ、そういったソリューションエンジニアの、まあ、仕事体験のようなものになるんですけれども、えっと今年から、まあ、26卒向けに新しい、まあ、オープンカンパニー、えーまあ、インターンシップのようなものなんですけれども、を、えー、開催しています。 まあ、なので、ソリューシングジニアとして、まあ、プロジェクトの中で、まあ、どんな業務をやるのかを、まあ、一つの、まあ、イメージとして、こちらのオープンカンパニーに参加していただくと、まあ、そういったハイブリッドモデルの、えー、実際行ったプロジェクトの、えー、まあ、に沿ったコンテンツになるので、まあ、結構イメージ湧くんじゃないかなと思います。で、こちらは、あと、9月までは開催していきますので、まあ、そういったところに興味がある方は、ぜひ、 参加してみていただければと思います。はい、一旦そうですね。そこまででいいかなと思います。はい、ありがとうございます、えー。ぜひエントリーご検討いただければと思うんですけれども、あの楽しく話している間に時間がちょっと迫ってしまいましてですね。<laughs> あのここまでとさせていただこうと思うんですが、最後にあの今日ご視聴いただいた方々にですね、お二人からメッセージをいただければなと思うんですけれども、どちらからいかれますか。 あさんから <laughs> まあそうですね今日は結構話に出てるんですけれども、まあ、そういった、まあ、IT 技術、まあ、英語グローバル、まあ、そういった領域に興味、えー、を持つのであれば、まあ、ぜひうちは多分面白いかなと思いますのでまずは、まあ、そういったいオープンカンパニーから、えー、一回参加してみて、まあ、どんな、えー、仕事だったりどんな会社か、えー、経験してみていただければ と思いいいいいまままますすすすよろしししくおお願願ははい、ありがとうございますそれでは平塚さんからも私自身もそうだったんですけど、まあ、さっきも話させていただいたんですけど、まあ、その IT の世界に飛び込むってなった時に文系のバックグラウンドで全然知識がないとかあと英語に関しても全然ペラペラでなかったとか、まあ、あの正直不安たくさんあったと思うんですけどまああったですし、まあ、皆さんもあると思うんですけど。 やっぱそれはあの自分がしっかりとあの頑張っていこうっていう主体性を持ってやっていくっていうチャレンジ精神があれば全然あの入ったあでもあの賄えるところになりますのでだからこそ大事なことってその変化の先を行くっていう話もありましたけどしっかり変化を楽しむとかその環境に対して主体的に取り組むっていうことをあの意識していただければうちの会社は全然あの皆さん成長できるし楽しめるような環境かなと思いますので是非興味ある方は。 あのインターンとか選考を受けてみたらというふうに思いますはいありがとうございますではお時間になりましたのでこの辺りまでとさせていただきますお二人今日はありがとうございましたありがとうございました